1977年の強制駅と周囲約500メートル範囲。上が幌延方面。緑に囲まれて影で判別しにくいが、線路東側に仮乗降場スタイルの石組どもりの2両ほどの長さのホームと、ホーム上横に赤錆色の屋根の待合室が見える。ホームへの昇降口は、歌越側端にあった。そこへ、右上の細い道が向かっている。下側に国道232号から分かれて、右上方向の強制地区中心へ向かう陸橋があるが、そちらから駅への道はない。周囲にほとんど人家がないが、今もこの状況は変わらない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成友瀬駅は、北海道苫前郡初山別村地友瀬に、かつて存在した日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号は、キセ。羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した11月1日改定の時刻で下りのみ1本。当地のあざなより、太田幸夫では共に成功しようという願望からではないかと推測している。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。無人駅となっており、ホーム上の待合所のみで、駅舎は存在しなかった。1999年時点で跡形もなく、2010年時点でも同様であった。原野になっている。ありがとうございます。